どうしても納得のいかないことがあるのだけど。どうしたの？鼻息荒くして。見てよこの島。私たちが冒険した時にこんな島なかったわよ。エルニド諸島のことね。クロノクロスの舞台がこの島なのよね。でもトリガーで私たちが冒険した時になかった島が私たちの冒険の続編の舞台なんて到底許されないわ。わかるわ。まある。私も最初は同じ気持ちだったもの。今はそう思っていないぞ。なぜエルニド諸島が存在するのか最初の疑問にして、物語の核心よ。内容を知りたいわ。クロノクロスの物語の核心に触れる内容になるから心して聞きなさい。今回の解説はクロスの世界の核心の一つに触れる内容よ。トリガーをクリアしていて、クロスをミプレイの方にも分かるように説明してるから安心してね。クロスの物語を知らなくてまだ知りたくない方は必ずここで閉じてね。動画が面白かったらいいねやチャンネル登録で応援してね。では始めるわ。今日はいつもより少しゆっくり話すわよ。なぜクロスの舞台がトリガーにない島なのか、大きく3つの理由があるわ。1、ラボスを倒して初めて出現する島だから。2、人間世界にはもともと存在しない島だから。3、運命に支配された島だから。なるほど、わからないわ。 OK マール。ではまず1から説明するわ。トリガーの未来2300年は荒廃していたわ。1999年にラボスが世界を焼き払ったからよ。私たちがラボスを倒した結果、繁栄した未来が生まれ、時間に関する研究が発展した。人間は、ある海域に人工島を作って、時間研究機関、クロノポリスを設立したわ。その海域では、特殊な磁場が発生していることが分かったからよ。ふむふむふむ。あれ、人工島。もしかしてこれ。はい、その通り。結論から言うと、この人工島がエルニド諸島の一部、クロノクロスの舞台よ。待って待って。時系列的におかしいよ。クロノクロスの舞台は1020年よ。人工島とクロノポリスは、未来の2400年に作られたんだよね。おかしくない。クロノポリスで、とあるヤバい研究の実験中に事故が起こり、クロノポリスは人工島や海域ごと過去へタイムスリップしてしまったのよ。そんな理由が。クロノポリスが人工島と共に未来からタイムスリップして戻れないままに存在し続けている世界がクロノクロスの世界だったのね。その通りよ。事故が起こったのが2400年。海域ごとタイムスリップした先は紀元前1万年。よくわかったわ。ラボスを倒して初めて存在できる島というのは、ラボスを倒したことで初めて存在できるクロノポリスが人工島と海域ごと未来から過去へタイムスリップして戻れないままに存在し続けた島だからという意味だったのね。分かってもらえてよかったわ。ちなみにクロノポリスとその人工島はエルニド諸島の一部。この部分よ。一部なの？まだエルニド諸島を構成する要素の半分しか話していないわ。クロノポリスが起こしたタイムスリップ事故だけど、影響は別世界にも及んでいたの。恐竜人が繁栄したパラレルワールドの世界線を巻き込んだのよ。ここからが理由の二つ目よ。人類が滅亡して恐竜人が繁栄した世界線。人類がクロノポリスを作ったように恐竜人もディノポリスを作った。星の自然の力を制御して取り出すための施設と言われているわ。ディノポリス、恐竜人が超技術で作ったとんでも施設。人間の作ったクロノポリスと対になる存在と言っても良さそうね。その通りよ。クロノポリスが時間事故を起こした2400年、人間が繁栄する世界線とは別の世界線に同時に存在していたディノポリス。ディノポリスもタイムスリップ事故に巻き込まれたのよ。世界線が違うのに？そう、世界線を越えて影響を受けた。ディノポリスもまた海域ごとタイムスリップしたわ。ただしディノポリスはただ過去に送られただけでなく、世界線を越えて人間が繁栄した世界の紀元前1万年に漂着してしまったのよ。待って、どういうこと？つまり紀元前1万年の何もなかった人間世界の海域に恐竜人が繁栄した世界の施設ディノポリスが突如出現したのよ。クロノポリスも紀元前1万年にタイムスリップしたと言っていなかった？その通り、クロノポリスとディノポリスは同じタイミングで同じ海域に同時に出現し、鉢合わせてしまったの。エルニド諸島の中で、クロノポリスがこれ、ディノポリスがこれよ。つまり、エルニド諸島のこっち側はもともと人間世界の島じゃないのよ。人間世界の島じゃなくて、恐竜人世界の島だったのね。二つ目の理由もよくわかったわ。
ところで素朴な疑問なのだけど、紀元前1万年で鉢合わせた人間と恐竜人クロノポリスとディノポリスはこの後どうなったの？両者は生存をかけ戦争をしたわ。勝者は人間クロノポリスだったわ。アザーラとの対決から66万ね。また種の存続をかけて争ったのね。今度こそ人間の勝利が確定したようでよかったわ。実はこの勝利はまだ確定していないのよ。これこそがクロノクロスの物語の核心の一つなのよ。さて、核心に触れる前提としてだけど、スーパーコンピューターフェイトの説明を避けては通れないわ。スーパーコンピューターって聞くとマザーブレインを思い出すわね。キトニアダナス存在だったわね。そう、そのマザーブレインの後継機がフェイトよ。フェイトは人類の平和を守ることを使命として作られたわ。確定していないってどういうことなの？恐竜人との戦いはフェイトの指揮がなければ勝つことができない。しかしこの世界線では実はフェイトの存在が確定していないのよ。なるほど、わからん。フェイトは同じ世界線の上をスライドしてきている。もし今後の歴史に何かしらの変化があってフェイトが作られない未来にたどり着いてしまえば、恐竜人との戦いに勝利できなくなるというパラドクスが生じるのよ。人間がもう一度フェイトを作り出すことができたら勝利が確定する。フェイトを作り出せなければ人間は恐竜人に滅ぼされるということ？そんな感じね。でも同じ世界線の上をスライドしてきたのだから、ほっとけば人間はフェイトを作り出すんじゃないの？この世界には存在しないはずの島がすでに2つもできてしまっているのよ。世界が同じ歴史をたどるとどうして言い切れるの？紀元前1万年に生じた誤差が未来2400年にどれほど大きくなっているのか想像もつかないわね。元の歴史から大きな乖離が発生しないように歴史を見守っていくほかなさそうだね。それを実行したのが他ならぬフェイト自身なのよ。これが三つ目の理由、運命に支配された島だから。運命？フェイト？もしかして？その通り、この運命とはフェイトのことを指しているわ。幸いフェイトには過去の膨大な歴史が保存されていたわ。フェイトは人間がこの歴史の通りに生活していくよう監視していた。フェイトに記録されている歴史の通りに人類が歴史を紡ぎ直すのを見守ってると、もはや神視点ね。そうね、運命の神という異名は劇中にも出てくるわ。ただしフェイトは実際には見守る以上のヤバいことをやっている。これを見てもらえるかしら。セーブポイントね。メタ発言やめなさい。この三角錐の物体は運命の書と呼ばれている。エルニド諸島の人々はこれに日に一度は触るという文化を持っているわ。それが当たり前のこととして刷り込まれているのよ。本当だ、人が列になって並んでるわね。実はこの三角錐の物体は薬物や催眠を使って人を意のままに操ることを目的に作られている物体。クロノポリスで進められていたヤバい研究の一つよ。それはヤバすぎるわね。人を意のままに操るってどういうこと？ロボットみたいに操縦するの？人の決断を操作するのよ。 A か B か迷っている人がいて B を選ばせたいとき、あたかも自分の意思で選んだように B の選択を強制させることができる。例えば本当は島を出て行きたい意思を持つ人がいるのだけど、本人は漁師になってでっかいカジキマグロを仕留めるのが自分の夢だと思い込んだりしてるわ。とんでもない非人道兵器じゃない。ところでエルニド諸島の人々はどこから来たの？この島はもともと何もない海域にタイムスリップしてきたのよね。ということはもともとここに人は住んでいなかったのよね。クロノポリスの研究員たちの末裔よ。研究員たちは研究をやめて島で暮らすことにしたのね。フェイトが研究員たちの記憶を消して野に放ったと記録されているわ。ひどすぎる。一体何のために？洗脳して手駒として刺激することで歴史をコントロールするためね。そうしてフェイトは実際に紀元前1万年から AD 1006年まで1万1000年もの間何一つ問題なくことを進めてきたのよ。手段はとんでもないけど途方もない長い時間人類を守るという使命のために動いていたのね。その歴史コントロールの歯車が突如狂い始める。海で溺れて亡くなるはずの男の子が何者かの介入を受けて生き残ってしまったのよ。本来の歴史に存在しないはずの男の子が原因となり、フェイトの計画には大きな狂いが生じ始める。2400年まであと1400年。その狂った歯車をなんとか調整して
ケイトが生まれる未来にこぎつけて恐竜人との勝利を確定しなければならないわね。っていうお話がフェイト視点の黒のクロスの物語よ。実際には主人公は亡くなるはずだった男の子で、フェイトはその宿敵という形で登場するわ。当然よね。フェイトからしたらイレギュラー要素は排除したいのだから、この物語を完全に理解するには他に海で助かった男の子セルジュ、すべての黒幕のとあるおじいさんの視点でも理解する必要があるけどね。まあギョアグは黒幕のおじいさんなんだけど。続きがめっちゃ気になるじゃないの。どうしてくれるの。クロノクロス世界の解説動画はこれからも出していくからお楽しみに。